酒井って徳川四天王の一人酒井忠次のことですよね。そうです。三方ヶ原の戦いで敗れ浜松城に逃げ帰った家康ですが、その家康を追って武田軍が城の近くまで攻め入ってきました。城を守っていた酒井忠次は味方を鼓舞するべく物見櫓に登り大太鼓を高々と打ち鳴らしました。敵がすぐ近くまで迫ってるのに太鼓を鳴らしてどうするの？早く敵の進軍に備えないと。ただこの勇気に満ちた太鼓の音と徳川軍の威勢の良い掛け声を城の外から聞いていた武田軍は何か奇策が巡らされているのではないかと城内に攻め込むのをやめたそうです。味方を鼓舞するために鳴らした太鼓が結果的に敵を退かしたんですね。